今回俺と巨人の143日物語実況170回目はクライマックスシリーズファイナルステージ第5戦目をプレイしていきましょう。ここまで2勝3敗、今回もね前回同様負ければ終わりです。ここで敗退です。勝てば次に望みは託せるからね、本当今の俺たちはもう勝つしかない。で今日勝って明日引き分け以上なら次のね日本シリーズ進出は決定しますから、もう本当今日勝たないと何も起こらない。もう終わりですよ。終わりはまだ迎えたくないんでね、ずっとここから始まっていきたいんで全力で戦っていきましょう。相手先発は伊能か、打つのはなかなか難しいよ。でピッチャーは田口、今季何度も2軍に落とした。そしてこの舞台にまた上げた。どういう意味かわかるかね、この意味がね。抑えに行くんだよ全力でね。かも、もう君に決めた。だね、お前で抑えれなかったこの試合を落としたら戦力外だ。来年はね、ね中継ぎももうちょっとあまり体力も残ってない感じですからね、できれば田口でも長いイニング投げて抑えることだね、理想はね。さあ今日どうしよう。いやクルーズこのね CS で当たってますし、まあ指導プレーの際はよく打ってるんでね、今日も川端外してクルーズと行きたいが、まあ今日いやまあクルーズでいいでしょうね。やっぱここは調子のいい選手を優先的に使っていた方がいいですから、この短期決戦はね。まあベストオーダーはコバどうしようかな。まあこんな感じで OK ですわ。これで勝ちに行きます。負ければ終わり。行きましょう。負けるわけにはいかないけども、負けてきたからね。まさかこんな苦しい CS になるとはね、なかなか現実っていうのはねうまくいかないものだよ。でもねみんな終わってみれば俺笑ってるから、壊れた意味で笑ってるっていう意味じゃないからね、勝利の笑いが多分聞こえると思うんでね、 YouTube のその音量調整にはちゃんと気をつけておけよ。バカでかい声が家中に響くかもしれんぜ。あんた何笑とんねんってね、母親が乗り込んでくるかもしれないんで注意しとけよ。まあ、今日勝っても決まらないからね、決まるのは全部明日ですから。今日決まるとすればもう CS 敗退が決まるだけだからね。さあ田口で行こう。ほんとね、今季はこの男には裏切られまくりまして、去年21勝のピッチャーが、不甲斐なかったですからね。まあほんとね、なんかよく打たれてたわ。ピンチで来ることも多かったしね。まあ基本は出番プレイでの、でやってますからね。やっててストレスしかたまらなかったんだが。まあでもこのもう1試合は全部手動プレイで全部1試合やっていくのでね、いい結果出るでしょう。さあ、よく取った。この横井がマジでやべえ。神ってるプレイだらけ。いやもう菊池超えてるよ。課題評価でもなんでもない。超えてる超えてる。そもそもあいつもういねえんだから、このペナントでね。いねえやつの話してもおかしいわ。どこで野球やってんだろうな。まあ、メジャーリーグに行ったはずなんですけどね、何の音沙汰もないですから、マイナーで頑張ってるんじゃないかなと思うよ。まあ、この選手が行けばメジャーで超ね、活躍できるでしょう。アルトゥーベのようにね。やばいっすよね、あの男が今。今じゃないな、ずっとだな。イチローをもう超えるバッター。いや、超えてますよ、あのアルトゥーベはね。セカンドであの打力なんだからね。で、イチローと違ってホームランも打てる。すげえバッターがいたもんだ、メジャーに。いや、アルトゥーベ2世としてこいつをちょっと育て上げるのもありだけどね。全然違うけどね、能力は。素質すらも感じねえよ。メジャーリーグではもちろん日本でもアルトゥーベ並みの成績出すのはむずいわ。いいんだよ、ああやってゴッドプレイしてくれてたらね。いや、マジでね、MVP 選ぶとしたら、まあもちろんこれ勝ったらの話だけどね。横を選ぶやつもいるくらいに、このちょっと CS ではいいプレイが出てますから。あまり守備うまいっていうイメージはなかったんだけどね。さあ、2球で追い込んだ。最後、スライダーで。振るんだよ、トゥトゥ号はね、いつもならね。三振でもいいとこなんだけど、まあここはボール判定。よく見てるね、審判はね。まあでも結果、3つのアウト取れました。ちょっとヒット打たれたのはもったいなかったね。まあいいでしょう。とにかく先に点取ろう。さあ、これ、伊能ね、攻略はなかなかむずいぞ。点取らないと本当勝てないからね。賢い野球なんて俺にはできない。バカはバカらしく野球やるって言った。全く前回点入りませんでしたからね。今回も、やらしてそのバカらしい野球をね。全然バカらしい野球はできてない。下手なだけだよ。する資格がないわ、ここまで下手だとね。マジで先制点はいつの時もどんな時も取っておきたいんでね。それも初回にね、優位に立ちたいよ。そのためには打たないとね。あまりにも打てなさすぎるんでね、今スタメンで出てる選手が全部スランプになってもおかしくないレベルですからな。さあ、ここはフォアボールいただきました。盗塁を仕掛けていくのもありだな。基本はしないけどね。
シーズン中にしたことっていうのはもうないですよ。一度もないでしょ、今季振り返ってみてもね。短期決戦ね、次の塁に進むことはものすごく大切だ。機動力の野球でね、カープが強いのはそこが理由なんだから、まあ、カープみたいに走りまくってアウトになるのはダメだけどね。ここは完璧だ、もらった。普段やってないんだからね、できるわけないよね。なんでやらないかって言ったらできないからやらないんで、忘れてたその理由ね。あ、そう、おバカちゃんだね。勝ちたくないのかな、こういうとこ見てるとね。いきなりアウトになるっていうね。でもいいんですよ、いいわけないけどいいんですよ。先生、自分を励ましてるから、毎日毎日ね。俺はこんなんじゃねえ、でもいいんですよみたいなね、今日はねみたいな。まあ本当抑えよ、打つことは本当にずっと永遠のテーマ。俺はね、打って勝つ野球がやっぱ好きですからね。守り勝つ野球はできない、でも今日はしたい、そういう一日にしたい。本当できてないんでね、カモン。まあ前の試合はできたけどね、まあ、守り勝てたから勝ったんだ。やっぱ守らなきゃ勝てないんだ。振り返ってみるとね、この CS でもそういうことだよ。軽く打たれたがアウトだ、2アウト。いいぞ、また左多いですからね横浜は。この田口はかなり相性いいはずだよ。左バッターが並んでる打線相手に打たれ出したら終わりって言いたいんだけど、田口は赤徳ついてるからね、対左の。どっちかといえば左の方が打たれてるから天敵っていうね横浜は。よし、ただここは取って、よし完璧。これを1回にしてほしかったな。下りはいらねえぞ今日はね。ヒット1本も許さないつもりで、ここからは。さあ行こう、まぐれでも何でもいい、奇跡でもいい、寿命を削ってでもホームラン打ちたい。今はね、1点取りて、そういう契約してこようかな。どっかであるでしょ、変なノート落ちてたりね。カモン、4番としての力をやっぱ発揮していかないとダメなのに、4番が美濃さん1回も振らず、なめてんのか。時代が時代ならとんでもないことになってますよ。野球なんてしてる場合じゃないよ。すぐここから逃亡しないとね、えぐいわ。明日いなくなってる。時代が時代ならね、今は平和な時代だ、何も起こらないよ。ヤジは飛ぶだろうけどね。おう、簡単に終わりたくないね。まず1本打ちてえわ。一出塁はしてるけどね、フォアボールで。でも結果アウトだからね、うん、3人で終わってるわけですよ。このままね、テンポよく1回、2回、3回と、まあ、一巡したときにお、ね、抑えられてたら、なんか、やばいような気がする。完全相手の流れに入るからね。さあ、1本もヒットも打ててないですよ。まあ、こっちも1本しか許してないですけどね。まあ、本当突如始まるんでね、もう4回ですよ、毎回振り返ってみれば、この CS で失点してるのはね。前の試合も勝ったけど、4回に失点したからね。おそらく今日も、またあの4回、何かが起こるんでしょうね。はい、三振 OK。クアート。簡単にいこう。滑らかに簡単に、ゆったりとまったりと。キャッチボールする感覚で投げりゃええねん。リラックス、リラックス。いいぞ、そのアウトローに決まっときゃ、まあ打たれる時もあるだろうけど、ほとんどの割合で打たれないよ。わーお、外でよかったかもなって思うけど、もう遅いわ。まあいい、まあいい。お、盗塁できたね、アウトしよう。はい、完璧。なめんじゃねえ小林の肩をね。お前ごときができると思うたか。世の中なめちゃいけねえぜ。完璧な送球だよ。恥をかいたな。今日はどちらとも盗塁失敗があるっていうね。やるもんじゃないわ、やっぱ盗塁はね。勝利に直結しねえ。やっぱシンプル打つこと考えないと。さあ、いい方を見せてくれたね、小林。まあ、この辺はもうさすが。あと、打力にももう定評がありますから。もう誰も今、この世界で小林を叩く者、馬鹿にする者っていうのは残念ながらいないよ。もうセリーグベストナインは確実ですから。自分たちのいるチームのキャッチャーと見比べて、今の俺のこのペナントの成績の小林をね。すごいでしょ。自分たちのチームのキャッチャーがキャッチャーじゃないように見えてくるだろう。それくらい今季の小林は素晴らしい。わーお、ストライク無理、それは知らん、どうしようもないやつだ、処理しようがない。マジでお前、これちょっと3回までで1つの安打も出なかったら悲しすぎるぞ。
なんかしないとね、もう何のエラーでもいいわ。なんか出塁しよう。1回の出塁するとはいえ、結局盗塁失敗で、今のところ全部3人で抑えられてる。よし、来た。落ちるね。よーし。スプリットをうまく打ったぞ。さあ、ワンアウトランナー1塁。いや、もうここはもう当然バントっしょうね、ここはね。もうピッチャーです。うん、完璧なバントだ。当然です。さあ、お前得点圏で坂本だ。チャンスに強いぞ、この男は。そんな言うほど強くないわ。数字を見る限り能力が高い。わーお、でも2球で。あかん。全部全力だ。ダーンで最後スプリット。その流れは無理だって。絶対振っちまうし、ボールだしね今のね。1本出たが、そこから、いやもうあの3球全力ストレートで追い込まれた時点で、ちょっと俺的にはもう無理だなっていうのあったからね。さあ、魔の4回となるか。この4回ですよ。振り返ってみれば全部ここだ。おそらくここで初めて抑えることができたら、今日の試合は勝てると思うんだよな。手ヒット1本しか打ってないやつが言ってるからね。とりあえずまず先頭バッターアウトね。まあ、もうこっちは追い込まれてる状況なんだからね、1点もやるわけにはいかない。たった1点でもね、シーズン中の1点だと別にそんなダメージはないって言ったらおかしな話だけどね。まあ取り返せばいいと思うよ。ただ今の1点は本当に焦りしかないからね、今以上に下手くそになる場合もあるので、プレッシャーに弱いんでね、いつもお腹の中ゴロゴロピーピー言ってますから。追い込まれると追い込まれるほど俺のお腹は緩くなっていくんだよ。お前実況中に漏らしても知らんぞ。変な意味で有名になる。カモン。完璧。最後これを求めてる皆が。今の筒香の三振は大きいよ。でこの5番にボーナスステージの白根を置いてくれてるから優しい。相手に優しい球団、横浜 DeNA ベイスターズ。4回初めておそらく抑えたんじゃないでしょうかね、この CS。 よっしゃ行こう。これは流れはこっちに来た。こっちにとっての、ね、いい4回にしましょう。今まではね、こっちにとっては悪い4回でした。俺たちがここで一挙爆発してね、点取りまくるみたいな。全部スプリットだぜ。お前肘ぶっ壊れるぜ。投げすぎだろ。おー、指導だ。倉本が追いつく。いや、うまくついてはいけてるんだけどね、力がちょっとなかった。もうこのストレートストレートで最後スプリット、パターンが一つできてるね。分かってても打てないんで、簡単に追い込まれるしね。これも全く希望を感じない。よし来た。これは一旦超か。イエス先制点。よかった。いや今ね、追い込まれたからミート打ちにしようか強振にしようか実は迷ってたのね。でもどうせもう凡退するんだったらね、じゃあ強振で打って凡退しようってなって直前に変えたのよ。結果正解だよ。今の判断は正解でしたね。何秒に1秒もなかったんじゃないかな、多分判断する時間がね。もう強振で行こうってパッと思いついたらこの打球だよ。お前、いやミート打ちならヒットにはなってもホームランにはなってないですからね。そもそもヒットにもなってないと思うわ。さあ、こっちにとっていい4回になりそうだね。まず1点ホームランで得点。そこでのスライダーか。俺はてっきりスプリットで来ると思ったんだけどね。スライダーでしたから助かったよ。この辺の球だな。でも打てるとこじゃないぜあまり。ねえ、あれ打たれたピッチャーはもう泣くでしょ。1点は取った。1点はねホームランでね。もう一回強振でいってみよう。このイニングに関しては強振でいいでしょうね。また何かが始まるかもしれないんで、伊野も早く引きずり下ろしたいんだよね。やっぱビッグイニングは作れそうないよこのピッチャーから。これもスライダーを打って、いやー筒香が追いつくね。センター筒香ですから他のやつだともっと楽に追いついてるかな。つまりはヒットはないということですよ。陽大館が見せてくれたね。もう本当にこの男でのこのシリーズ、この男のねこのシリーズの貢献度というのはもう高すぎるからね。いやぶっちゃけもう坂、ランキングで例えると1位2位はもう菅野か坂本どっちか勝って、3位に陽だね。
それくらいの貢献度だよ。プレイヤーの俺はマイナスね、一番下マイナス評価、いない方がマシですから。このシリーズ振り返ったら俺がいつも邪魔してるっていうね。俺さえいなければ日本一にね、今のところ4年連続なってるし、もっと圧倒的に優勝決めれてるしっていうね、振り返ってみればちょっと悲しいところはある。最高田口、捕まらずに行こう。田口らしさを見せろ。今日は田口るなよ。あれはお前悪い意味の田口だからな。うわー、点を取った直後に取られる。このシリーズだ、それを田口ってるって言うんだけどね。なぜ2軍に落としたか、それだよ理由はね。あの防御率で見たら 3.58 ですから、まあ見れる数字ですよ全然ね。去年21勝してるピッチャーがそれっていうのはちょっと悲しいけどね。本当今季はね、点取った直後にもう嫌がれ坂っていうレベルでピンチが来ましたのでね。え、嘘だろ、うわ、はもう短期決戦での守備ミスは痛いのに。ランナーの足考えれば、まず一つアウト確実に取りに行った方が良かったろう。これはあかんわ。まあバントで来るからね、させたくはないが、いや失敗だ。よし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 、オーケー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 、伊野選球な。バントも決めれないよ。じゃ日本じゃセリーグじゃ通用せんぞ。 DHR パリーグに行ってみてはいかがかの。追ってないからね。でもここから始まるかもしれない。いやマジでね。よし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 、俺は耐えた。危ない。また自分の守備ミスでの敗北もあるかなと、もうほんと不安でドキドキだったんだけどね。抑えた、踏ん張ったわ。今のは神ってる。これが本当の神ってるだよ。たやすく神ってるっていうのを使っちゃダメだね。ね、神ってる男とは俺のことだ。今のはもう完璧だったでしょ。あのピンチから抑えれるやつはなかなかいないよ。バント失敗もそうだしね。まあそもそも普通のやつならあんなエラーしてないって。そこなんだよね、うん、俺だからだね今のピンチは。おお、セヌバの打球は伸びに伸びてアウトだ。いや今スプリットうまく捉えたよ。ちょっとずつね、やっぱ打て始めてきてるよ。凡退するにしても飛んでるからね、さっきから。まあでもまだ野手の取れる範囲なんだよな。これじゃあ伊野が折れるまでにこれ以上の得点は見込みなさそうだしな。いやだからもう早く下ろすことよね。ぶっちゃけ代打来るかなと思ったんだけど来なかったか。さっきね、まあ、代打来てたら1点取られてると思うしね。まだ5回投げ切ってないし、勝負するには早いということでしょうね。さあ完璧に抑えられた。いや田口はねこれ6回行きましょう。ほんで次6回の裏がピッチャーから始まるところですから、まあ、そこで代打送って7回からまた別のピッチャーでいいんじゃないかな。とにかくここはもう田口でね、完璧だ。いやいやもうね、本当ヤンキースのマー君がねポストシーズンであれだけの好投してることを見るとですね、本当日米問わずにこの短期決戦での活躍っていうのはね、あのシーズンの倍評価されますからね。シーズンクソだろうがこれだけの活躍するは俺はもう、でも来季も当然ね、田口を戦力外にそもそもするわけないし、この試合でよほどの炎上しない限りはね。マー君もそうですからね、シーズン中はひどかったが結果はね、ポストシーズン入ってみればもう相手の強打線を抑えまくりですからね、すごい活躍してますから。本当ワールドシリーズでマー君 VS 前剣ダルビッシュっていうのは実現しそうだからね、日本人にはとってものすごくちょっと楽しみなちょっと1年になりそうだよ最後にね。さあどうだ、横横横、完璧、ありがとう田口、お前は神ってる日本シリーズも使うぞ、俺たちはもう行くつもりなんでね、ありがとう神だ、お前はゴッドだ。2軍に落としたのが申し訳ないレベルでよくやってくれたよ。さあ点が欲しいイニング、どうしようかな。ペゲーロ代打で送るのはちょっと早い。まあでも1点欲しいしな。もうペゲーロで OK でしょうね。代打はペゲーロかも。第9DH のある日本シリーズに行ったらこの男をスタメンで起用しよう。それまではもうやっぱ守備にはつかせられない。守備力重視で今やってますからね。ただね、面白いのがね、
守備力重視でした途端、まあ、レフトに今セヌマっていう選手使ってんだけど、した途端ね、レフトの打球が飛ばなくなったのよ。面白いよ。でね、あ、じゃあこれなら大丈夫だと思って俺3戦目にペゲーロをスタメンで使ったら、またペゲーロの方飛んで同じようなね、っていうのがあったからね。いや、あれはびっくりだよ。なんか知らんけどね。神様のいたずら的にね、ペゲーロのとこに飛ぶっていう現象が今続いてるからさ、ちょっと使いたくないんだよね、本当に。使えないよ。同じ過ちを繰り返すわけにはいかん。すべてのここまでしてる3敗すべてミスで敗北してるんだからね。守備ミスと系統ミスだ。今日ももしかしたら出るかもしれない。ここからね、簡単に終われない。やっぱ伊能いる限りこれ天の見込みねえって。マジで早く変えてくれねえかな。いやー、誰でいこうかな。いや、もうほとんどのピッチャーがスタミナまとも残ってないので、ね、とりあえず沢村、あ、君に決めた。とりあえずね、調子いいし。まあ、でも沢村はもともと先発ピッチャーですからね。ほんでスタミナも D とありますから、うん、これだけ残ってたら全然投げれるわ。1イニングね、下手すら2イニングいけるかもしれない。軽く打たれて、お前勘弁しろよ。なんでこんな沢村の球って簡単にヒットをされんの。いや、マジ異常なレベルでね。いや、本当におかしいよ。いや、もう倉本バントはこっちにとってありがたいね。得点圏のピンチにはなるけども、いや、本当抑えた実績があまりないのでね、助かったわ。ただ抑えないよね。ええ、クルーズ、嘘だろ、お前。今のは取らないとも。これ、沢村が出てから、来てから一気にオワコンになるっていうね。もうちょっと今日負けたら終わりだぜ、お前。てか、今のも追いつけよ。もう守備固め送った方がよかったか。お前、これはあかんぞ。いや、もう前進でしょ。これ以上手入る見込みないんだから。一点もやれねえよ。もう理想はゲッツー。ああ、だね。盗塁も絶対刺したくはない。次ピッチャーのとこだからね。まあ、おそらく代打を送ってくるとは思うが、三振でもいいわ。バットに当たらなければ、バット当たってヒットとかならなければね。よし、いいぞ。もう一球スプリットでしょ。いやー、ちょっと待って、これいかんな。どうしようかな。いや、あまりにも見すぎてるんで怖いんだよ。追い込んでるようで追い込まれてるのはこっちだからね、今の状況ね。この流れ考えたらなんか痛い目見そうだけど、もうしゃあないわ。自分の球信じてね、選手信じて。いや、もうスプリット、いや、もうスライダーでいこう。外、いやー、ごめん、ちょっと投げれない。マジで打たれたら終わる可能性だってあるんで。あー、やばいなこれ。本当何投げてもマジで打たれる。え、どうしよう。本当マジでスライダーでいいわ。インコースからストライクゾーンに入るやつね。はいはい、よし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 、お、一瞬終わったような気がしたけど、まだ生きてる。呼吸してるぞお前。まだ終わってねえぞ。さあ、ここから始めよう。いや、もう抑える、それだけです。シンプルにね。初球ボールから入ると一気に難易度は高くなるぞ。よし、いいぞ。若干甘いけどね。よし、追い込んだ。いいぞいいぞ。最後も、いや、スプリットでしょ。あれ見る限りは全く当たりそうない。もう一球スプリット続けていい。いやーいやいやいや、あれ空振ったやつ、それ見れない見れない。振っちゃう振っちゃう。てか審判もストライクでいいんじゃないの。嘘だろ、また同じカウントじゃないかお前。次一番荒波、誰だっけ一番。あ、関根か。ちょっと待って、今日関根打たれてるっけ。ああ、一本打たれてるね、センター前か。いや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 、絶対ここで抑えたいよね。なあ、もう投げる球はぶっちゃけ何もないんだよな。ほんとさっきと同じ、何投げても打たれそうな絵しか思い浮かばないんだ。でもスプリットでいくわ。どうだ、よしよし、クルーズ取って、アウト。ナイスナイスというか、こんなピンチ招くな。そこがおかしい。まず先頭バッターの初球軽々とヒットにされたからね。
中継ぎで出てきたあれてお前前はもう結果的ゼロだからね。あとクルーズもそうだよ、もうこれクルーズの打席終わったら守備固めだね。さあクライン変えてきましたね、当然代打送りましたので。さあこれ一気に点取るチャンスですよ。クラインはねうちはカモにしてますからかなり攻略しがいがあるというかね、しやすいというかね。まだ日本にいるんだね。あいや甘いよ甘い甘い。たださっきまでねめっちゃ難易度の厳しい球来てた分、あれのせいでちょっと感覚がおかしくなってる。甘い球が逆に打てなくなるっていうね。いやこの動く球逆に打ちやすいんだけどねパワープロでは。さあクルーズ一撃はないか。この男で打ってるよ。今能力アップしてる可能性としてあるでしょうね。うわーまあ激甘、それ打てないやつようねえわ。いやもうこれ川端でしょ、守備能力は川端の方が高いですからね。クルーズを変えて川端、あでもそうでもないのか。いや全然クルーズの方が優秀っていうね、守備固めにならないっていう、うん、全然クルーズの方がいいわ。じゃあ守備固めいらないね、うん、ただどうしようかな、レフトもちょっと送っとこうかな。松本次セヌマから、まあ、セヌマもそこそこ守備力はあるしね、まだいいでしょ。ここはまず確実に抑えよう。で誰で行こうかな。上原はやっぱ最終回残しとこう。リャオで行くわ。リャオ沢村もここまでです。さあリャオで抑えるぞ。お前筒香には絶対回したくはないからね。一人出たら回る。どうだ坂本、よし完璧。まず一つ、まずはね、筒香どうのこうの関係なく一発出たら同点っていう怖さもあるからね。1点差ですから。さあこれで2アウト。さあ今日宮崎には2安打、まあ、ここで抑えればもう宮崎との対決もないからね。いやあってはならない、あるとしたら延長戦だよ。か9回によほどボコボコにされない限りはね。お前嘘だろ、うわー、もうどんなミート力だよ。ほんと右右右内川やん。えじゃあソフトバンクに行くってこと FA で。そういうことでしょ、流出止めれねえよこれ。すごい声でも次知らねえでしょ。あ佐野が入ってんのか、キャッチャー佐野になってるわ。いや変に勝負挑むより、いやーどうしようかな。いやもうこれちょっと歩かすわ、うん、変に勝負挑むより絶対次のバッターと勝負した方がいい。佐野はめちゃくちゃしょぼい、能力的にも成績的にもね。ここは当たり前だよ。さあ来い、抑えればこっちの能力が上がるからね。ターニングポイント絶対抑えれる、打たれるわけがない。この成績だぜ、見ろよ1割9分4だぜ。なんで打たれる、よしほらね。はい、あと1球。え振ってもいいんやで、ね、何してる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 、もうあいつな何をしてるんだ。お前意味がわからん、勝負するやつにお前フォアボール、え何こっちの言葉通じてないパターンの人ですかね。もう勘弁しろよお前。お前通算でもかなり打たれてる倉本じゃねえかよ。もう今日はまだないとはいえ軽く打たれるぞお前、ランナー満塁。いやシングル1本で逆転の可能性すらもあるもんね。これはやばい、乗り切れば勝てる。今日はほんととことん得点圏のピンチでこうやって正面に飛んでくれる、ありがたいわ。運が絡んでなきゃこんな勝ててないよ本当に。実力で勝ってるものじゃないねここまでね。ちょっとこれが横にそれればもうヒットですからね。今の宇宙間まで打球飛んでるよ。よかった、いいぞいいぞいいぞ。さあさああと1イニング3つのアウトだ。きつい。カウントは2ボールノンストライクです。第4球を投げました、低めの変化球ボール、カウントは3ボール1ストライクです。投げた、わーデッドボールでもいいね、怪我はしてない大丈夫だね。よしいいぞいいぞいいぞ。ほんでもうこれダイソー送ります。セヌマ足遅いんでね、松本ほんでそのまま守備固めで入れる感じでね。
で、小林に代打はいらないでしょう。ここは小林でいきますわ。カモン、お前で幾度となく打ってきたんだ。ここでも期待するよ。第3球を投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、ボール。スリーボール、これもか。第5球投げました。おい、フォアボール2者連続。おいおいおい、ここでこのピッチャーを出したのは失敗じゃないですかね。どうしようかな。横井、いや、まあ調子いいしね、守備力もあるし、このまま使っていきましょう。ゲッツーだけはやめてね、先に言っとくわ、自分の口でね。これは俺に言ってるんだよ。ゲッツーだけはやめろ、ふざけるな。第3球を投げました。それはあかん、リアルにあかんやつ。投げました。4球目空振り。あかんやつやで、三振もあかんで、言っとく。打った、ファー、進塁だ、もうそれはしてくれ。5球はこれから6球目。ヒット、よーし、1、2塁かーん、ちょうどよく抜けたね。当然代打です、ここはね。リャオのところを変えて代打バッター。チャンスに強いのはどっちだ。エルドレッドは逆にチャンスに弱かったよね。いや、もうじゃだったらここは阿部だね。うん、阿部はまあチャンスに強くはないですけど、どっちかといえば数字上は弱いね。まあでも打てるよ、この男なら。レジェンドだ。この試合を決めるのはレジェンド阿部のバットだね。投球はこれから3球目。完全に外れた。カウントは2ボール1ストライク。投げた、ビビってる、ビビってる、またスリーボールが最後出てきてフルカウント。で、最後押し出し、フォアボール。いただきました。この勝負はもうもらった、絶対こっちが勝てる。この回当然このまま終わるつもりもないしね。絶対もらったわ。あと2点は最悪でも、あと2点は最悪でも取る伝え。え、キャプテン何してんの今日。ファーストゴロ、セカンドゴロ、セカンドゴロ、セカンドゴロ。え、セカンドゴロマニア坂本じゃん。何これ、誰これ、ダッサ、誰やねんこれ。本当に知らん人や、知らん人が紛れ込んでる。ほんでショート守ってる、なんやねん。そうだ、いやいや、ほんとここでさらに追加点取れないと負けるよ。マジな話、マジです。なんで簡単にこうも追い込まれるんだ。投球これから5球目。危ない球。第6球を投げました。また押し出し。いいね。でも自分の力で取ってるかと言われればなんかそうじゃないんだよな。いや、もうじゃあ最後自分の力で取りましょう。グラスラでね、今日1本打ってる。いや、ここはね、今日の試合勝つだけじゃなくて次の試合に向けても大事な場面だからね。ここでしょうもない結果出せないよ、こんな場面でね。こんなことやってる人間が次の試合で点入るとは思わん。ほんと今日はたまたま勝ってるって言ってもいい試合だ。第5球投げた、どうだ、1、2塁間、これも抜けない。ホームはまたアウト。何してんねん、バット振ったらアウトになり、見てりゃフォアボールになる。ならもう振らなきゃいいじゃん。コントローラー置いてじっと耐えとこうかな。ひどいね、バット振りゃセカンドゴロにしかなってない。それも点が入らないパターンのやつね。第2球相手の力不足のおかげで2点このイニング取れてるだけだよ。自分の力じゃ何もしてない。お前マジでかい。投球これから4球目。危ない球、投げた、インコース高め、8回までが終了しました。3対0。この満塁のチャンスで俺何した、うん、見てただけ。でも結果2点入ったしいいじゃない。うん、ほんと勝ちゃいいから、いつも言ってること。うん、勝たないと何もならないからね。最終回コージ上原でいきましょう。ちょっと驚きは隠せませんけどね。あ、ここまで俺って下手くそだったんだっていう、ね、また知りました、自分の下手くそさをね。よかったよ。さあ、もうぐだりはいらないからね。もうちゃっちゃと抑えてちゃっちゃと帰る。それで OK だ。コージ上原がこんなところで打たれるわけがない。で、また下位打線だしね、筒香に回るわけじゃねえんだよ。よし、いいぞ。楽に緩く、何のプレッシャーもないよ。もうこれだけの点差空いてるんだから。まあつってもセーブシチュエーションですからね。沢村同様、軽く打たれてまずヒット。まあ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 、たとえ帰ったとしても1点だしね。勝ちはいいから、うん、クローザー勝ちをつかしてくれればそれだけでいい。まあ、結果1点差2点差に追い詰められようがね、うん、そういうこと。試合を締めるものであってほしい。こうやってね、三振取りゃいいんだ。完璧だ。ボール、なぜや、
急にボール取り出した。なんでここに来て横浜ヒーキになってんの。ヒットエンドランで来たな。今結果的にファールだったから助かったの。危ねえ。はい、三振。完璧スプリット打てるわけないだろ。メジャーリーグでもバシバシこれで三振取ってんだよ。ヘナチョコバッターが打てる球じゃねえぞ。はいはいはい、最後はタッチプレイでよろしく。はい、ゲームセット。気持ちよさがあるかと言われればぶっちゃけない。ホームランのみだね、気持ちよさがあるのはね。あ、ほんと今日はもう運にも恵まれて、なんか勝ったと言えない勝利でした。勝ったのは勝ったんだけどね。いや、心の底からこれが俺の実力だ、みんな見たかとは言えないよ、大きな声でね。逆に、え、お前の実力ってこんなもんなの、しょべえ、動画見るのやめるわって思ったやつがいっぱいいると思う。本当にね、なんだろう今日の運の良さはね。相手の押し出しのフォアボールが1イニング2個出て2得点も取れたし、それまでのピンチもそうだよ。めっちゃ捉えられてるけど正面っていうのが多かったですからな。ほんと今日はなんかいろいろとそういう奇跡に助けられての勝利だったと思います。ほんで田口でね、まあそういう奇跡が絡みながら抑えましたしね。うん、6回投げてゼロ。この CS で一番いいピッチングしてくれたのはこの田口でしたね、今のところはね。いや、もうほんと勝ってよかった、シンプルにそう言える一日ですね。はい、これで3勝3敗並びました。並んじゃいました。ここからの逆転あるでしょうか。まあ、どちらも第6戦目で全てが決まります。引き分け以上、引き分けでもですね、こちらの方が、もう次の進出決まりますから、皆さんまた楽しく見てくださいな。運だけじゃない、明日は実力で勝とうと思いますのでね、全てが決まる試合やってみないと分かりませんが、当然勝つつもりでいきます。また明日会いましょう。グググッグバイ。